いわゆる息子さんの野口さんが、うん、あれですね、尖閣を買おう、尖閣は国で買うべきだという、常々、ね、石原さん、都知事が著書で言っていたことを、公論しましたけれども、それについては。親の言うこと興味になったんじゃないか、頭冷やして。まあね、この話と思うよ、その方がね。ただやっぱりなかなか時間かかるし、今の政局を眺めたらね、これはね、なかなか気に入らないし、僕はだから息子にも言ったんですけどね、とにかくあそこにね、国会議員が国会調査権をかざして行かせろと、超党派で、民主党でも構想にたくさんいるんだから、だから俺に言ってもしょうがないんでね、捜査に行ってくる谷川君に言いました。谷川君が、まあ弁護士らしい、わかりました、結構な話なんで、ね、早速委員会に諮ります。委員会に諮らなくて、有志で行ったらいいじゃないかって言ったら、ね、まあ、委員会に諮るっていうか、諮ったんだって。で、理事会でもね、決まったんだって。さっさと行けばいいけど、まだ行かない、半年って。行けばいいんだよ。国は止める権利ないんだからね、国会議員が国会調査権でね、審議会のね、石垣市の審議会が行くのと違うんだから、なんで行かないんだよ。何を恐れてんだよ。尖閣隊の本当に中国から金もらえてるのかもしれない。それでは行かなきゃいいですよな。さっさと行けばいいの。それ国会議員のね、責任じゃないですか。物事をね、決めて行動しなかったらね、何も決めたことになりませんよな。はい、それじゃ、はい、どうぞ。毎日新聞の竹内と申します。